内科のお医者さんをしております。よいしょー。派閥問題みたいな、結構そういうのでギスギスしてるイメージ、まあドラマでのイメージなんですけど、ぶっちゃけ勉強は得意ですね。全然ダメだった。小学校ですよ。小学校ダメだったもう本当に。いただきます。2回目の授業を始めます。始めます。ということで、元教師イズミンの仕事図鑑、イエーイ、ありがとうございます。さあ今回はですね、また素晴らしい実はお店に来ております。こちらに実は温かいチャイもご用意していただいてありがたい限りですね。では今日はどんな職業の方が来てくださるのでしょうか。早速ゲストの方お呼びしたいと思います。それではどうぞ。こんにちは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 、どうも。はい、それではあなたの職業は何ですか。私は普段内科のお医者さんをしております。よいしょということで、本日は内科医をされておりますその辺の医者さんです。よろしくちょっと待ってください。あのツッコミどころが満載すぎてちょっと困るんですけど、まずここは南インド料理屋さんなんですよね。おっしゃる通りです。このお店は、はい、実は私が経営してるインド料理屋さんなんでカレー屋さんなんです。よいしょお医者さんもしてるしカレー屋さんの経営もしてる、わらじ二足わらじで、なお名前のその辺の医者って どういうことですか。お医者さんとしてまず働いてた時に、はい、結構あの病気を放置してしまうとか、うん、なんかこう病院にかかってくださいって言われてもいらっしゃらない患者さんが一定数いらっしゃって、ちょっとそれはよろしくないなと思って、こういうまあ SNS とか YouTube、Instagram を始めたんですよ。あ、なるほど。ってことはその辺の医者っていう名前で SNS をやられてるっていう。そうですね。皆さんがあの、まあ、その辺にいるお医者さんとしてちょっと親しんでもらえるようにこのサングラスとその辺の医者っていう名前でやらせてもらってます。いや、だいぶその我々の思ってる世間一般の医者のイメージとはだいぶかけ離れてる見た目だと思うんですけど。そんなことない。普段の仕事ぶりはもう普通のお医者さん。本当ですか。もう救急車見たり内科の外来やったり、ね、入院患者さん見たりとか、もうみんながイメージするそのものです。はい、いやもう本当疑いの目しかなくて、もう掘りどころ満載なんですけど、まあいろいろねこれから質問をしながらね、いろいろその辺の医者さんのことを深掘っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは早速いろいろ質問をしていきたいと思います。まずはね、小学校時代の思い出などですね、ちょっとね一問一答形式でちょっと聞いていきたいなと思うので。OK です、よろしくお願いします。はい、ということで、まあね、そんなね難しい質問じゃないので、ポン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 お答えいただければなと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで早速いきたいと思います。じゃあ順もあるので、はい、お答えください。まず1問、小学校時代のあだ名は。小学校じゃないけどゴリリンでお願いします。あ、なるほど、はい、ゴリリン、ゴリリン、はい、ありがとうございます。2問目、好きだった教科は。体育。あ、いいですね。岡崎、はい、岡崎。3つ目、好きだった給食は。今出たのはフルーツポンチ。フルーツポンチはいいですね、かわいい。はい、4問目、告白されたことってあります。ちょっとだけある、ちょっとだけある、ほんのちょっとある、ちょっとあった、はい、あった。5問目、じゃあ告白したことは。うわ、ありすぎ告白の歴史告白の歴史ありがとうございますじゃあ6問目、将来の、小学時代の将来の夢は何だろう。その時からお医者さんだった。あ、素晴らしい。はい、はい、7問目、ハマっていた趣味は。うわー、いっぱいあった。でもサッカーやってたんで、サッカー部だったんでサッカー好きでした。はい、ありがとうございます。じゃあ8問目、ぶっちゃけ勉強は得意ですか。全
全然ダメだった。小学校ですよね。ダメだったもん、本当にこれを言いたい。これ言いたい。ありがとうございます。じゃあ次9問目、じゃあ今の内科医になろうと思ったきっかけは。いやもうやっぱり自分のお父さんもお医者さんで昔から憧れてました。なるほど、ありがとうございます。じゃあラスト、初恋の人の名前は。みずほ。みずほホールディングス。見てますか。はい、ありがとうございました。ということでね、今の質問事項からちょっとね深掘りしていきたいなと思うんですけど。ありがとうございます。お医者さんってすごい、まあ、頭の、ね、いい方、優秀な方がなるってイメージなんですけど、小学校時代ってあれですか、勉強はそんな苦手だったんですか。ね、ちょっと、うん、まあ、自分としても、はい、まあ、不真面目だったし、そう、特にもう算数とか、いわゆる3年生か4年生で割り算習いますけど、本当にできなくて、もう小学校からそのやっぱり医者にしようかなって親も考えて、塾に連れてって試験受けさせたけど不合格だった。塾入れなかった。そこからじゃあどうやってとかね。でもだって医学部はもう、うん、入られて結果的に、ね、そう、結果的にそう、おっしゃるんですけど、結果的にどこでその勉強の転機じゃないですか。そうですね、アホすぎて、うん、まあ、つまりは学校をちょっと変えてもらって、うん、それはいつですか。それは中学校からです。中学、じゃあ私立に行ったって感じ。そうです。あ、なるほど。すいません、予想通りです。すいません、はい、皆さんにこう引っ張ってもらって引き上げていただいて、そこからまあ、うん、そこでちょっと塾とかちょっと通って、はい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 、若干で中学の時にじゃあ割ともう勉強はされて、割とじゃ成績も良かった。その後順調に伸びなくて、中学校の偏差値より低い高校行きました。そんなことあるんだ。塾の先生ね、深刻に思った塾の先生が、君の実力だったらね、うん、この辺は狙えるかもしれないけど、最終的に出てくるところはちょっとこっちの方に行った方が最終的にはいいかもしれない。高校受験もされて、まあ、じゃあそこでじゃあいわゆる医学部に入るための勉強をされてっていう。そうですね、はい、うわ、じゃあ高校時代やばかったですか。じゃあその勉強は、いや高校時代もちょっと、はい、まあ、最後ら辺しか頑張れなくて、いわゆる浪人してました。あ、そうなんですか。そう、三浪してた。三浪、医学部の人ね、多浪生って聞くと思うんですけど、はいはい、まあ、浪人生として一生懸命勉強して、まあ、医学部入ってみたいな感じですね。おっしゃる通りです。はい、全国の三浪のみんな見てる。ここ多分カットされる。大丈夫、受かるよ。そこから脱出できるかどうかは自分の実力と親のお金次第。確かに、それって結構、じゃあその塾とか浪人する時のお金って結構かかる。いや、結構かかる。そもそもあれですよね、医学部自体があれですもんね、その学費というか、学費も国公立に行けば、はい、そこまでかからなかったりするんですけど、まあ、それなりに高いですけどね。はい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 、私立はもっと高いですね。あ、国立、私立どっちだった。私立。お金かかってる。ざっくり3000。3000。うん、そう、家みたいな、住み慣れたわ我が家に。やっば。6年かかる最低。そうだそうだ、うわ、6年か。いろいろなお医者さんって言ってもいろいろ種類があると思うんですけど、なんでその内科医をやろうかなと思ったんですか。それはですね、最初、はい、外科、泌尿器科に行きたかったんですね。あ、はい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 、外科とか手術とかするのかなと自分体的に思って入ったら、意外と実はその後の進路を考えると、こう内科的な管理とか、はい、まあ、お薬だったり血液検査に基づいての治療とか、まあ、やっぱり保存的な治療っていうんですけど、あんまりこうストレスがかからない治療、まあ、そういう方がメインって主体になるなっていうことに後で気がついて科を変えたんですね。内科になりました。変えたんですか。そういう子で変えました。すごい、今お話聞いてやっぱちゃんとお医者さんなんですね。やばい、やめてください。おばあちゃんいるからやめてください。すいません。途中まではね、皆さんも多分本当に何なのみたいな、ネタなのみたいに思ってた人もいると思うんですけど、でこういうちゃんとしたお話聞くと、あ、やっぱちゃんとお医者さんなんだなっていう。ちょっとふざけた感じではありますけど。そうなんです、すいません。具体的な、まあ、お仕事内容というか、はい、まあ、
こういうことを主にやってるよ、教えていただければなと思うんですけど、大体大まかに、うん、もう定期的な外来、ね、もう外来に来てくださいっていう時の、 あの定期外来と、うんうんうん、あとそこで入院してる患者さん、入院してる患者さんの治療、あとはあの夜の当直とか、まあ、救急車を受けて急病になった人の治療に当たる、あとは論文を書いたりとか、まあ、こういう風な珍しい症例がありましたよ、これは後の皆さんこれ参考にして治療のね、あの参考にしてくださいっていう症例報告を書いたりとか、学術発表したりとか、まあ、ちょっとそういうサイエンティストみたいなね、はい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 、今サイエンティストって言いたかっただけ、そう、科学者的な一面がございます。なんか大変、なんか全然違うじゃないですか、その普段その患者さんを見るっていう仕事と、まあ、研究っていう面でめちゃめちゃ大変ですね。そう、ちょっとつながってることではあるんですけど、まあ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 、そうかそうか、やっぱりこう、ね、その場でやったことも本当にこれ全国的にこう役立つことかもしれないと思って、まあ、やっぱり意義があると思って書くので、ね、それはやっぱりここだけに留めないで全国のお医者さん、はいはいはい、世界のお医者さんね、あの知ってもらえたらっていう思いで書いてる、はい、うわ、ありがとうございます。ではですね、次の質問なんですけど、はい、ちょっとまあ内科医をされていて大変なことって、まあ、ちょっとざっくりさせてもらったんですけど、うんうんうん、こんなこと大変だなとかいうのがあれば教えていただけたら。一般的にやっぱり患者さんが多かったりとか、あとはあの急な転機を迎えるって、あの、はい、病気になった後にやっぱりすぐに放置したらすぐに亡くなってしまう可能性が高い病気を扱ってるかはやっぱり忙しいし大変、やっぱり病気の数でいうとやっぱお腹痛いとかいう患者さんは多いので、消化器内科の先生はとてもお忙しそうだし、うん、お腹痛いからじゃあ内視鏡、緊急内視鏡をしましょうとかね、そう、あとは内科でいったらやっぱり忙しいのは循環器内科の先生、やっぱり心臓がこのまま放置すれば止まってしまうかもしれないっていう病気もいっぱい、まあ、ご存知の通りあるので、その先生は、朝もね、昼も夜、まあ、お休みしてる時もやっぱり心臓が痛いとかそういう方が来たら、呼ばれて病院に来なきゃいけないこととかはあります。やっぱりまあ根本としてね、やっぱり命を扱うお仕事っていうのがあるから、やっぱ責任感、使命感っていうのもそうだし、まあ逆にじゃあ、まあ、さっきもちょっとおっしゃっていただきました、じゃあやりがい、こういうことがやりがいだよとか、最近こういうことがあってこれが嬉しかったみたいなのありますか？自分に合わなかったら、ちょっと病院通ってませんでした、ちょっとあの時きつく言われて、なんかちゃんと来た方がいい、治療した方がいいって強く言われたから通いましたと、だからその時にもう先生で、あのちょっとこう定期的に病院変わったりするんですけど、その時先生行かないで、あなたじゃないとダメだと思う私あっていうことがたまにあるんですね、そういう時は、あ、いや次の先生もすごく安心できるいい先生だから大丈夫ですよって安心してもらうと同時に、あ、これはまあ自分はあのこの人と出会ってそういうふうにこう人生の方向性が変わったのは良かったなっていうふうに、まあ実感するわけですよね。泉先生もそうだと思うんだけど、やっぱり自分にはいっぱいこう患者さんに来てね、あのその目の前の患者さんは多くの人の一人なんだけど、やっぱりその患者さんにとってはこのお医者さんしかやっぱり今は時点ではいないから、今お話を伺ってるとすごい親身になってお話を ね聞いてくださったりとか、あとはそう研究の方にも熱心でってね、やっぱりもちろん目の前の患者さんもそうだけど、ね、もっと、まあ、日本へ世界へっていう目線がある先生だから、本当にこのなんていうんですかね、スケールの大きい先生だなっていうのは今お話しててめちゃめちゃ感じました。ありがとうございます、ありがとうございますでも皆さんお医者さんになるとそういう目線がつくようになると思います。そうなんですね、はい、ちょっとイメージ変わるわ、ありがとうございます、ありがとうございます。でね、私ね、これのお医者さんにちょっとね、聞いてみたいなと思って、そのイメージとしては結構そのドラマとかで結構医療ドラマみたいなのあるじゃないですか、はい、で、なんか結構そういうドラマって派閥問題みたいな、だ結構そういうのでギスギスしてるイメージ、まあドラマでのイメージなんですけど、ぶっちゃけ実際の病院ではなんかそういうのあったりする？派閥とか学閥ってことですか？はい、あ、まあそう、その
ちゃんとしてるいい病院ほど、はい、あんまりそういう派閥とか学閥みたいのは感じません。うん、そうなんだ。実際は、はい、もうちょっとドラマより見えないところであります。見えないところ、あんなこうじゃあ、うん、こうすれ違いざまにこうフンみたいな、うん、フンみたいなのはあんまり分かりやすくはない。ただこっちの世界だとこう文章でとかね、うんうん、文章で抗議されるとか、うん、はあるんですか。そういうことがあると思いますね、はい、実際ね、どういう風に行われてるか分からないけど、なんかこの科の先生はずっと有名な T 大学の出身だなとかね、うん、なるほどね、なるほどね、そう知らんけどね、なんかその、あの大学の教授たち、その出身大学の先生じゃなくて、なんかもうちょっとあの T 大学とか経大学の先生多いなとかね、そういうことは何がどういうところで基準でどうか選ばれてるかとかはないけど、なるほどなるほど、なんとなくね、うん、これ流して大丈夫ですか、ね、あ、これ全然大丈夫、あ、大丈夫、有名だから、あ、有名、聞き慣れない話なんですけど、うん、ドキドキしちゃいましたけど、いやいや、まあ、そういうことはなるほどなるほどなるほど、ね、めっちゃ面白い、ありがとうございます、うん、はい、ということでね、今ね、あのお医者さんのこと、内科医のことについて、まあ、たくさんお伺いしたんですけれども、ここからですね、もうね、今ね、すごいこのスパイシーないい香りが漂ってるんですけど、ちょっとね、別で経営されている、はい、ちょっとね、ここの南インド、料理屋さん、カレー屋さんについてちょっとね、聞いていきたいなと思うんですけれども、ありがとうございます。はい、まずはですね、なんでこのカレー屋さんを経営しようと思ったんですか。いや、まあ、自分が浪人した時に、その私がお昼ご飯に行くお店が、その今のシェフが働いてるカレー屋さんだったんですね。あ、はいはいはい、でそのカレー屋さんがすごく安くて、うん、まあ、お腹いっぱい食べさせてくれて、うん、で午後も勉強頑張れるっていういいお店だったんですよ、はい、でそっからすごい時間が経って、うん、まあ、一緒に経営しましょうって、一緒にカレー屋さんやりましょうって言われたと、昔は自分も浪人生で、はい、まあ、お金ない時に、うん、その安い服たっぷり食べさせてくれて、うん、まあ、自分を頑張らせてくれたから、お医者さんとしてうまくいった後は、うん、このインドカレー屋さんをうまく行かせて、はい、彼らがいい思いしてくれるように、うん、日本を選んでくれてありがとうって思えるように、まあ、そのこのカレー屋さんとかインドカレー屋さんを頑張ってるっていう次第なんです。うわー、めちゃめちゃいい話じゃないですか。でもお医者さんの仕事だけでも十分忙しいじゃないですか。それプラスでその経営ってできるもんなんですか。だってそれこそさっき論文があってとか学会があって、だから内科医として、勤務はする、学会も出る、プラスでその、まあ、いわゆる副業じゃないですけど、そういうお店の経営って可能なんですか。いや、それこそ忙しい時期は、はい、もう全然経営とかこっちの方全然できません。できません。全然できません。ね、忙しい時、はい、こっちもボロボロ。そう。入った時に見たりとか、はい、あと一緒にやってる方が一生懸命ね、やってくれてることで、はいはいはい、お店自体は回ってます。あ、なるほど、実際にこうお店にずっと立って、お料理してとかは本当に無理なので、そこはもう相手の方と信頼してやってもらってます、はい、もう実際お医者さんで何か副業してるって方、うん、まあ、別に副業に限らず、うん、凝った趣味持ってる先生とか、はい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 、ずっとなんかやってらっしゃる先生ってのがいるんで、あ、そうなんですね。まあ、実際のところは やってらっしゃる、まあ、こういう経営とかは、うん、自分ができる範囲の部分でできるなら可能です。あ、私のイメージではその両立できるもんじゃないと思ってたんで、もうお医者さんならお医者さん一本って方が多いのかなと思ってたんですけど、お医者さんのやってることとか勉強が趣味の先生もいるんで、すごく忙しい科の先生はもう全然そういう副業とかはやらないっていう先生もいらっしゃいます。なるほど、はい、ありがとうございます。それではですね、じゃあこのお店の看板メニューとかおすすめのメニューとかがあったら教えてもらいたいなと思うんですけど。よくぞ聞いてくれました。聞かせます、はいはい、私どもやってる南インド料理とはね、何ぞやってところで、そのカレーをどう全部混ぜてね、自分オリジナルの味を作れる、おーミールスというカレー定食があります。あ、ミールス、はい、なるほど。ということで今日実際にご用意していただいたということで、ありがとうございます。はい、よいしょ、すごいですよね、これ超豪華。いろんなカレーを、この真ん中にあるライスとか
チャパティってナンみたいなやつと一緒にこう混ぜながら、へー、オリジナルの味を作っていくっていう。いやーめっちゃ美味しそう。これがまあ南インドでよく食べられる定番のカレー定食でございます。カレーだけで5種類。はい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 。季節のお野菜の炒め物とかヨーグルトとかついて、はいはい、ランチで1550円。大丈夫なんですか？結構お安い。お家でね、ちょっと話題になって、徐々にカレーが好きな方の界隈では、はい、これいいんじゃないっていう。うーわ、じゃあちょっと早速いただきたいんですけど、ちょっとレクチャーしてもらいながら。よろしくお願いします。お願いします。カレーをこうやって外に出して、あ、まずは出す、うん、広くね、広く、このお店は狭いんだけど、これ広く使ってください。で、ここで、こうね、これパリパリの豆のおせんべいありました、これをね、ひとかじり、ひとかじりして、このカレーたちを、まずはこうやってね、これね、これかけて、これを一口いただく。途中からこの辺で、いろんなカレーと混ざってくるので、そのカレーをこう混ぜ合わせて、その味を楽しむ。少し食感が欲しかったら、これをちょっと折ってパリパリにしてかけてみて、そういう食感を作ってみたり、この野菜を混ぜてみて、すごい。あとはインドの方はあんまりナンが食べなくて、このチャパティっていう全粒粉でできたパンを食べるので、これもこうつけて食べてみたら、正直に言うと自由に大丈夫です。でも食べやすくするのはこういうふうにちょっと広くとって、ここでいろいろね混ぜるっていうのが一番美味しい食べ方です。ありがとうございます。はい、それではいただきたいと思います。いただきます。うーん、おいしい。おいしい入りますナス、おいしい入ります。バターチキンの風味がめちゃめちゃいいのと、これご飯、これあれですよね、普通のご飯じゃないですよね。そう、インドでよく食べられるバスマティライスっていう、うん、細長い香り米です。そうなんですよ、これがまためちゃめちゃ合いますね。おっしゃる通り、超美味しい。ありがとうございます。後ほど美味しくいただきます。それではですね、そろそろチャイムが鳴りそうな時間なので、まとめに入りたいと思います。それではですね、まずは、まあ、これ見てる方でね、お医者さんになりたいよってね、あの方もいると思うので、まあ、そんな方への、まあ、アドバイスやメッセージがありましたら、まずお願いします。はい、どうもありがとうございます。さあ、ここまで聞いてくれてありがとうございました。皆さんね、もうその辺の医者ってこう内科医でね、怪しい感じでやってますけれども、やっぱりこう直接、うん、その人が、自分の大事な人がその時辛いっていう思いに対して直接寄り添える職業っていうのはやっぱりお医者さんなんですよね。そしてもう何千年とこの職業は続いてますから、いろんな形を変えたりできる範囲とか制約はある中で、お医者さんはその時の患者さんに対して何がベストなのかを一番分かってる職業ですので、その人の気持ちに寄り添ったり、その人に対して何が一番必要なのか、そのことを常に考えながら、その人が最終的に良くなるところまでを見届けられる素晴らしい職業ですので、皆さんぜひご検討ください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。きっとね、熱い気持ちが届いたと思います。はい。ということでね、じゃあ続いてはその辺の医者さんの今後の目標みたいなのがあれば。自分はですね、やっぱりこれからな、まあ、医療に携わっていく中で、まあ、自分が見ている、主に見ている病気の治療に当たるのはもちろん、まあ、その方々に対して、まあ、理想の医療を提供するっていうことが一つ目標。そしてもう一つは、さっき私が言った話ともつながるんですけども、病気にならない、ね、病気になる前の生活習慣とか、そういったことに対しての予防の側面、そういった部分にもアプローチして、これから医療の発信をしていきたいと思ってます。もちろん経営者としてこのカレー屋さんをね、うまく活かせたいとか、そういう思いもあるんですけども、お医者さんの面で言うと、やっぱり
今病気になった方には何が一番ベストなのかっていう治療と、その前に病気にならない習慣っていうのは何か、病気になる前からそういう習慣があれば将来的には病気になかなかならずに最終的に元気なまま人生を終えられるんじゃないかなっていうふうに思ってます。そういう2つをですね、はい、していきたいと思ってます。これから、はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございます。それでは最後にですね、はい、まあ、告知等々あれば、はい、何か、はい、私の出演しているこの回、泉先生の、ね、動画を見てくださった皆さんもですね、こちらの神田に JR 神田駅から近いこのカレー屋さんに来ていただいた方にはデザートとワンドリンクを漏れなく皆さんにプレゼントしたいと思います。すごい、ありがとうございます。マジで有料普段ね。そうですよね。そうでも泉先生の動画を見てきましたという、ね、方にはもう漏れなくプレゼントさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ぜひぜひご覧ください。よろしくお願いします。皆さん行ってみてくださいね。ということで今日はこの辺で授業を終わりにしたいと思います。本日のゲストは内科医のその辺の医者さんでした。ありがとうございました。よろしく。ということで最後で挨拶をして終わりたいと思います。それでは気をつけ、これで8時間目の授業を終わります。ありがとうございました。